下八県堀役水路は、埼玉県吉川市、北葛飾群松伏町を流れる農業排水路である。下八県堀役水路は、吉川市大技上、内川地域の農業排水を源とし、他の農業排水を集め川幅を広げながら、大技川等にて、二号半量用水路を、複合し、中川に排水される河川である。本排水路は、省内古川が、対象。 昭和初期に改修される、以前の八軒堀役水路下流部の急流路であり、名称も八軒堀役水路の下流部から取られている。二号半量用水路平流区間。そのため名称不明の橋も多くある書籍。二号半量水利室には、旧八軒堀と記載された箇所も存在する。吉川市公式ホームページ。吉川市の河川。吉川市公式ホームページ。 2020年4月21日閲覧。二号半量水理士。二号半量用悪水路と地改良区。吉川市公式ホームページ。地水、雨水ポンプ施設。吉川市公式ホームページ。2020年4月21日閲覧。埼玉県内の調節地等の役割と、活用状況調査表 P 18、続、古い水門。 fukadasoft2.sakura.ne.jp 2020年4月21日閲覧ありがとうございます。